さっき前の席の男からプリントもらってただろ。そうだけど、どうしたの？男からプリントもらうなんて浮気だ。え？でもそれはしょうがなくない？お前のプリントは俺が渡す。他の男からはもらっちゃダメだ。他の男と話すの禁止？束縛彼氏と付き合ったらどうなるのか。じゃーん、今日は余裕あったからゆりかにもお弁当作ってきたよ。ありがとう、そうた。今日のお弁当もすっごく美味しそうだね。私の名前は水戸ゆりか。私の幼なじみ獅子原そうたは過去にヤンキーの高層区域を一人で一掃した伝説の元ヤン。でも今はこんなお弁当が作れるほど女子力が高くて可愛いのです。次、その卵焼き食べたい。ラブラブだね。あの先輩。ん？知り合い？係の仕事で話したことあるイチズアイカさんだったかな。3年生だよ。ああ、そういえばアイカ、さっき前の席の男からプリントもらってただろ。え？男からプリントもらうなんて浮気だろ。いや、でもそれは。それと明日男子と2人で日直だろ。あれ誰かに代わってもらえ。え？それも？当たり前だろ。ちょっと待ってよ、そんなこと言ったら何もできないでしょ。アイカ、他の男と話したいのか。そんなんじゃないけど。いいから、お前は俺の言う通りにしとけばいいんだよ。俺ちょっとトイレ行ってくる。ちょっと、それは彼氏としてあんまりじゃないですか。あ、なんだ。彼女が心を込めて作ったお弁当なのにひどいですよ。先輩がかわいそうです。うるさいな。誰だか知らないが他人がいちいち口を挟むんじゃねえ。あ、ちょっと。束縛する彼氏。かばってくれてありがとね。いえ。彼氏のしばりくんがごめんね。彼氏さんっていつもあんな感じなんですか？ううん、今付き合って3ヶ月なんだけど、付き合いたての頃はすっごく優しかったの。私にも尽くしてくれていい人だったのに、最近急に束縛が強くなって。他の誰よりも一途さんのことが好きです。幸せにするから俺と付き合ってください。はい、私なんかでよければ。しばりくんはすごく優しかったし、私のことを大事にしてくれるところが好きだったんだ。でも付き合って数週間もしないでだんだん厳しくなっていって。なあ、なんで LINE 返さないわけ？もしかして浮気してるんじゃないの？違うって、ちょっと勉強してただけで気づかなかったんだよ。じゃあ今すぐテレビ電話にして。え？できないのか？わかったよ。おい、後ろの男は誰だよ？お父さんだって。それからスマホの GPS も管理されてるし、男の人と話しただけで浮気だって怒られるの。それは大変ですね。一途ちゃん見っけ。なあ一途ちゃん、いい加減俺と付き合おうぜ。彼氏いるって言ったでしょ。あんな男のどこがいいわけ？絶対俺の方が一緒にいて楽しいよ。誰？気にしないで、何でもないから。それじゃあ。ちょ、待てよ。俺と付き合うって言うまで諦めないぜ。しつこい。ち、ねえ、じゃあそっちの女の子はどう？俺と付き合ってみない？同い年の彼氏なんかより年上で頼りがいのある俺の方がいいと思うよ。あ、ほら、俺イケメンだし話も面白いからさ、一回デートとかどう？おい、さっきからユリカに何言ってんだ。はぁ、あ、何？だいたいお前みたいなチビ。あ、ごめんなさい、授業始まっちゃう。ソータ、早く行こう、授業遅れるよ。でも今俺にチビって言おうとしてた気がする。気のせいだよ、空耳。束縛する理由。明日のお弁当は何にしようかな。あ、一途先輩の彼氏さん。おい、お前さっき俺がいなくなった後、ベンチでアイカと何話してた？何って。まさか誘惑してたんじゃないだろうな。そんなわけないじゃないですか。ちょっと相談に乗ってただけですよ。相談？あの、後輩からこんなこと言われるの嫌かもしれないですけど、本当に彼女さんのことが好きなら、あんまり束縛はしない方がいいと思いますよ。俺が愛花を束縛？
そんなことしてるわけないだろ。俺は愛花に他の男が寄りつかないようにしてるだけだ。でもちょっと過剰かなと思うんですけど、相手を信じてお互いを思い合ってる方が絶対楽しく付き合えると思いますよ。一途先輩だって彼氏さんの優しくて大事にしてくれるところが好きって言ってましたし。お前なんかに何がわかる。彼女がモテるといろんな男に声をかけられるんだぞ。俺よりかっこいい人もたくさんいるし、捨てられるんじゃないかって怖いんだよ。だったら逃げないようにするしかないだろう。それなら自分磨きした方がいいですよ。自分磨き？彼女にふさわしい男になれるように変わるんです。相手を無理やり束縛するより絶対いいですよ。無理やりそばにいさせるより、そばにいたいと思ってもらいましょうよ。でもどうしたら。もしもし、ゆりか、どうしたの？お昼に声かけてきたチャラい先輩に一途先輩が絡まれてて。ゆりか、今どこ？通学路の途中、駅の近くの。電話してんじゃねえ。ゆりか、ゆりか、本当の気持ち。よくも俺の告白を断ってくれたな。こいつがお前が好きなやつ？結構可愛いじゃん。だろ？でもなかなか落ちてくんなくてよ。どうすな？素直に付き合えばひどい目にも合わないよ。最後のチャンスだ。俺と付き合え。彼氏がいるって言ったでしょ？もうやめて。てめえ、どうなってもいいんだな？せめて水戸さんだけでも返してあげてよ。そうはいかないね。お前らは俺らのおもちゃになってもらおうか。ほら来いよ。いや、離してください。愛花から離れろ。しばりくん、ちょっと待っててね、ゆりか。今助けるから。そうだ。へっ、ザクが来たところで変わらねえんだよ。ほら、相手の気持ちも考えないでごくつきまとってんじゃね。ジュハ、シバリ先輩、彼女さんのこと好きなんですよね。それなら自分で戦わないと。おう、分かってる。誰がてめえに負けるか。あら、来いよ。うおうれ。シバリくん、ザコ、よくそんなんで俺に喧嘩売れたな。さっさと諦めて消えな。誰が諦めるかよ。おらー、なんでそりゃ。喧嘩したことないのバレバレ。何回やっても同じだよ、ザク。いてー、くそ、頭がクラクラする。別に大した女でもねえし、もうお前にくれてやるよ。おい、誰が大したことない女だって。なんだよ。大したことないのはお前だろ。ゆりか、大丈夫？何もされてない？ありがとう、私は大丈夫。しばりくん、立てる？今まで束縛してごめん。え？俺、愛花がモテるから不安になって、それで勝手に嫉妬して束縛してたんだ。でも俺、変わりたい。愛花に本当にふさわしい男になる。だから、もう一度やり直してくれないかな。俺は愛花のことが好きなんだよ。もちろん。獅子原くん、いろいろ迷惑をかけたな。本当にありがとう。私からも本当にありがとう。にしても可愛い顔して本当に喧嘩が強いんだな。あははははは。それより先輩、先輩だって彼女のために戦えるかっこいい男なんですから、自信持ってくださいよ。ねえ、ゆりか。うん、かっこよかったです。当分パンダみたいな顔だけどな。私の幼なじみ獅子原草太は伝説の元ヤン。襲われている人を助けるだけじゃなく、カップルの仲間で取り持つ最強の存在なのです。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。